スーパーミニカーとはイギリスにおける乗用車のカテゴリーであり、シティカーよりも大きく、スモールファミリーカーより小さい乗用車である。異なる分類法である。セグメント分類では B セグメントに、アメリカではサブコンパクトカーに禁じするカテゴリーである。これらの自動車は大人4名と子供1名のための座席を有し、そのほとんどがハッチバック機構を用いたにボックス型の 車体形状である。20年前には全長がおおむね 3700mm 程度であったが、2021年現在では全長がおおむね 4200mm 以内、全幅がおおむね 1750mm 以内が普通である。1950年代のスーパーミニには1957年のフィアット500と1959年のオースチンミニなどがある。 現在の日本車では、トヨタ・ヤリス、およびホンダ・ジャズ、日産、マイクラ、マツダ・マズダに、鈴木・スイフトなどが、スーパー・ミニにあたる。スーパー・ミニは、ヨーロッパの自動車市場で大きな売り上げを占める。2004年、ベルギー、チェコ、デンマーク、フランス、ギリシャ、イタリア、オランダで最も売れた自動車は、スーパー・ミニである。2005年、 ヨーロッパの中で最も売れた15車種の中で6台はスーパーミニである。ありがとうございます。